速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。完全に私浮き足立ってますね。毎日何十万も含み益増えてるって感じですよね。場合によっては100万超えてるかもしれないですね。まずね、本日のビットコインの価格ですけども、ちょっと見てみましょうか。画面切り替えますからね、コインゲックでございます。どうぞ。はい、ビットコインが700万円を超えて、今681万になってますけども、これまた700万超えて800万向かうでしょうね。で、イーサリウムですけども、ご覧のように10万円に向かって順調に進んでます。現在25万9千円でございます。もう私ね、イーサリウムもね、今年に入ってですよ。今年に入って仕込み直しましたからね。以前から買っていた部分もあるんですけども、プラスアルファで20万円以下だったら買う価値ありと思って、ゴカンと仕入れたのが今大きな含み益を入れてくれてます。それからリップル、ね。一時期は20円、25円というふうに年末年始はね、肝を冷やしたもんですけども、リップルおかげさまであれから8倍、9倍、10倍ぐらいになりましたね。現在192円でだいたい200円前後の値段を推移しています。そしてエーダです。157円ですよね。これは王様の貫禄ですよね。それからゼンフィンネットワークですけども、100位以内に入りましたよ。10円超えましたよ。私がお話した通りですけども、ゼンフィンネットワークが今ね、92位になりました。で、10円を超えてから本気だっていうふうな、本領だっていうふうに言いましたけども、10円を超えるってことは100位以内に入るというふうにお話したことも、これで符合したでしょ。ゼンフィンネットワーク。今、中央のあたり92位に見えてますけども、10円を超えまして、ここからね、10円を下固めとして、30円から40円が適正価格ですからね、ゼンフィンネットワーク。で、他のコーナーも設けてますけども、もう必要ないかと思いますけどもね、ここまで上がってしまえば。ゼンフィンネットワークに関しましては、今年の年が明けてから、2円とか3円の時に私は大量購入をしましたし、大量購入をお勧めしました。さあ、いかがだったですか？あれから5倍ぐらいになってますよね。少なく見積もっても4倍になったでしょう。ね、ここで資金を決済して解放してもいいんじゃないですかね。ただ、これからの方が本番ですから、ゼンフィンネットワークが10円を超えたらね、これは顕著ですよ。92位になって入ってきた。これ注目度が100位以内と100位以下全然違いますからね。それからゼンフィンネットワークには、一回ね、ICO でお金を集めたって実績もありますし、その後、ほとんどの ICO は飛びましたけども、ここはね、やっぱり市場でお金を集めて、それをプロジェクトに入れること、そして投資利回りを増やしていることに成功してるんですよ。すごいところだと思いますよ、このゼンフィンネットワークは。で、XRP が、もしダメだったらゼンフィンネットワークみたいに考えてた方も、いると思いますけども、両方併存もできますからね。ゼンフィンネットワークでなければできない処理と、XRP に依存している処理っていうのはあるわけなんですよ。ですので、両方併存できます。安心して、投資をお考えの方はね、決断材料にしていただければいいんじゃないかなと思います。ただし、リスクはあります。ね、ゼンフィンネットワークでといえども、一つのプロジェクトに過ぎませんから、そのプロジェクトが頓挫することもあり得ますし、他の暗号通貨でね、ゼンフィンネットワークよりも有益性があって、そして有名な知名度の高い暗号通貨が出てくれば、ゼンフィンネットワークは合併するか、切り替えられるか、どんどんね、ランキングを落として人気を下げてしまうということもあります。すべては相対関係ですから。で、今ね、ゼンフィンネットワークに私目をつけてお話ししましたけども、私がね、特に見る目があったわけじゃないんですよ。もうね、この半年は何を買ってもいいんですよ。何を買っても上がるんですよ。それはお話してますけど、ずっとね。だから、私は分かってました。だからあなたに次の暗号通貨の当たる方法を教えますみたいな、気をつけてくださいよ。この半年間は、どこで買ってもいいんですよ。どの銘柄買っても必ず、利益上がってるんですよ。だからそれを最初から分かってましたって言うんじゃなくって、どれを買っても当たったでしょうと。後付けで言ってるだけですから。ね。ご用心ください。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。